スナックはカウンターの中にみんな入ってなきゃならない。そうか。あ、それでは運ぶだけだからね。だからカウンター越しに、うん、女性の人と話す、話しながら食べるっていうのが楽しかった。一緒に飲んで騒ぐのはクラブなんで。あのね、景気のいい時は波なんか関係ない、はい、お店に来ればニコニコ。今現在ものすごい波を感じてます、うん、本当にがっかりするほどね、波を感じてる。今なんかもうって悲しい感じ、うん。本名は私が阿鼻子恵美、それで恵美子の絵を取って恵美にしました。このスナックをね、昭和12年生まれだから80 今54年目そんな感じですよね。お店を始めた理由はね、結局もう日本列島がすっごい田中角栄さんの総理大臣の時でね、景気が良くなりつつあるのに乗れたんです。それをきっかけに私もここをやりだした。お客様そのものが景気良かったから、だからどこの店も繁盛してましたね。だからどこの店もニコニコ笑顔、客層がまず客層が変わってる。それから、ね、値段ね、値段もだいぶ変わってるわけね。で、何しろ居酒屋さんがものすごい多いです。それでそれにはちょっと対抗できないね、我々の個人的なね、こういう小さいお店の場合は今最低ですね。もうこれ以上落ち込んだらもう大変、うん、だからもう我慢してね、まず体を健康保ってね、それで我慢してやっていくしかない。それしか自分に言い聞かせることないもんだって、他にもないの、うん、やっぱり自分自身にね、カツ入れるわけじゃないけど、まず怠けるな、でくじけるな、もう常にね、そして慌てちゃダメだよって言い聞かして、雨の日も風の日もなんとなく時間が来るとせっせと来るね、そういう感じ。こうしてね、お客様が応援してくれる、それに感謝も込めてね、やるしかないそんな感じ。そうですね、常連さんです、うん、まあ、ね、古い感じのね、お店がね、シャンデリアもいいし、そのような感じで、最近のお店に比べてやっぱりね、落ち着いた感じっていうことと、この装飾っていうのすごいなんか古い感じなんでね、そういうんでいつも楽しく飲まさせていただいてます。ありがとうございます。ただ飲んでこう話して、あと先輩方がいるから、そういう人の話聞くの面白いよ。そうですね、うん、そういうのは勉強になるから、自分はね、まあ、女の人とさ、入れ替わりが激しかったですけど、ね、まあ、基本的にお店に着くお客さんと女子に着くお客さんと2つで分かれるから、だからお客さん同士の仲間で付き合ってると長く続くよね、お店に着くからね、夢は猫じゃねえけどね。やっぱりだから昔のね、私がこの年になると一緒にずっと応援してきてくれたお客様も80歳とかはるか年上になっちゃったから、お店にももちろん来れなくなっちゃってるし、で今若い人が全然ね見えてないから、でちょっとこういうところ厳しいですよね。なんとも言えない、これからどうなっていくんだろうと自分でもねちょっと不安ですね、本当に。見当つかないね。
ちは関玲子と申します。このお店を始めまして5年目、つい最近5周年記念を終えたところでございます。まあ、あのままもベテランだから、あれが本当の姿だと思う。私は全然違うと思う、ああいう人たちから見たらね。50代のママさんたちだったらやっぱり若い女の子使ったザーリーズね。そのママさんがそれでいいと思ったらやるでしょうけど、そういうお客さんが寄ってくるんじゃない。年配者でも若い子好きっていう人もいるかもしれないから。スナックに私が行った理由は、ママさんがとってもこうチャーミングだったこと、それから話題に広がりがあって、来てるお客さんがまた楽しい方ばっかりで、で話がお客さんと一緒になってこう盛り上がっていく。なんかね、私自身は友情がそこでねこう芽生えたような感じがしたわけです。もう最初から考え方は安い料金で、お客さんが高い料金で1回来るんだったら2回でも3回でも来れるっていう考えでやる。まあそれが正解じゃないのって言われるのもあるけどね。これ日常券からしたら安すぎてただもう何回でも遊びに来れる、それで癒される店っていうだけのことしか考えてないね。スナックっていう感覚は忘れてるね。お客様も輪になってて、うん、スナックも枠にとらわれないで、うん、やってるって感じですね。お客様がね、こうしてね見えてくれればやっぱり感謝だよね。お客様神様だもんね。だからお客様の支えがあればこそ私も一生懸命で来れた。なんかね、どういうわけかね、やめようかななんて思ったことはない。ただね、もうちょっと休みたいなと思う時は何回かありますよ、長い月日の間にはね。でもどういうお客さんが見えるか分かんない。お客様たとえ一人でも見えてくれればそれに感謝の気持ちでやってる。だからそういう感じで今までやってきたね。あとね、私も3年くらいでもうやめなきゃしょうがないから、それまでは お客様と面白くおかしくね見えてくれたお客様にひいきにしていただいて、でここまで我慢してやるしかない、うん、何しろ我慢だね、我慢。